10周年歩んできた奇跡とともに振り返りと今を両方混在させて、やっぱこう7人ステージに立っているってことが全てなので、一つになれるところがやっぱ10年やってきた僕らの絆もそうですし、メンバー同士で信頼しきってる感じはありますけどね。なんかステージに上がってメンバーが笑ってる姿を見ると自然とこう笑えるというか、生でこうやってコミュニケーション取れるっていうのがどれほど強いものか、僕らの歴史イコールファンのみんなの歴史でもあるから、ファンの皆さんが10年間応援してくれて、おかげで今があるので、まあ、ファンの皆さんとの約束を果たせたなと、みんなにありがとうって伝えたいです。一人一人の人生にそれぞれのストーリーがそこに存在するんだなっていうのは、ここまで強く感じるツアーっていうのは今までやっぱなかった。